ギブソン J-200 銅が分厚いのが分かる J-200 とは1937年にギブソンが SJ-200 という名で製造したキングオブフラットトップと呼ばれているギブソン最高級モデルのギターである。ちなみに SJ はスーパージャンボの略である。特徴的なブリッジの形はムスタッシュと呼ばれる。また銅が分厚いために大音量が出せる。 素材ははカランダだったが、戦後にメイプルへ変更された。1950年代に J-200 と改名され、現在に至る。エルビス・プレスリーが最も愛用したギターとしても有名で、彼の主演映画、さまよう青春、闇に響く声、G.I. ブルース、生かすぜ。この恋などにも登場している。1968年に、 NBC が制作したカムバックスペシャルエルビスのシットダウンショーでもこの J-200 を弾いている。1969年頃からは指板にエルビスプレスリーと打ち込み特徴的なピックガードをつけた特注品を使用した。普通の J-200 はチャーリー・ホーチンが演奏していた。なお、1996年にプレスリーモデルが200本限定で販売された。 ありがとうございます。